はい、どうもフミエデルです。今回ですけれども、ジャマレについてちょっとねお話ししていきたいなと思っているんですけれども、まあちょっとねサムネタイトルにあるようにですね、ジャマレでなんか強化されたみたいな、感じが自分はちょっとする。まあ自分の腕が上がったんじゃないかっていうところも感じはしないけども、はい、稼げるコイン枚数がなんかすごい伸びました最近で、まあ自分はライブでよくね、まんまいチャレンジということで、まあよくね54とタイム使ってですね、やってます。まあタイムを使う理由としては、自分はコイン倍率の恩恵を、まあ、存分にね、いただきたいので、基本的にタイムはつけてます。まあジェダイとかね、ガストンとかもねつけてますけども、ジャマレもね、普段つけてます。で最近、まあこの前先日ですね、ライブはいでなんと21,500枚ぐらい出たんですけども、まあこちらのね動画もねいずれ上げるんですけれども、ライブの自分の配信の、環境で言うと、配信中って自分音なしでやっていて、かつチャット見ながらとかやってるんで、まあ、そこまでいいプレイって、出せないんですけれども、まあ、それでもね、2万枚超えましたし、かつね、最近本当に2万枚いけるんじゃないかっていう、プレイがめちゃめちゃ増えてですね、特に前半でもう1万枚近く、まあ、残り30秒で1万枚とかは、まあ、ザラにあったりとか、まあ、この前、ちょっと前ですね、56秒で1万枚とか、まあ、そういう時もありましたし、本当に、なんか強化されたんじゃないかなと自分はなんかふと感じました。でそれでね、まあ自分のまあジャマレの動画に視聴者さんがね、なんかマジで稼げるようになったみたいなね、なんか強化されてんじゃないかなっていう、お話も聞いていて、でちょっと皆さんのはい、まあプレイをしてですね稼げるようになったのかっていうところはですね、ぜひねコメントをください。で自分は単純に効果時間とか伸びてないと思いますし、コインの補正が、ついたとかそういうことは全くないと思っていて、じゃあ何が強化されたかっていうとですね、まあこれは運になってしまうと思うんですけども、まあ、タイムボムの出がなんか明らかに増えた気がします。はい、マジで。でこれちなみにこのプレイは自分今日、まあ、本日、仕事帰りですね、仕事帰ってから、まあ、ちょっとジャマレの動画撮りたくてですね、ワンプレイ、音声ありで、はい、音声ありじゃない、ゲーム音ありで、ちょっと、ワンプレイしましたけども、もうそれでもね、これね、実際1万8000枚超えてます。多分ね、普通に1万、スキルまで1万5000枚以上出るんじゃないかなと。まあ、タイム使ってるから、まあ、出るだろうって言ってしまえばそれまでなんですけども、まあ自分のプレイヤースキルレベル、プレイヤースキルレベルっていいか、よくわからんけど、まあそんな感じ、まあプレイヤースキルで言うとですね、以前はそこまで本当に万枚、まあ1万2000ぐらいなんじゃないかなと思うんですよ。はい、平均出すと。ただ、最近は本当にすごい高いです。ライブ配信中でも、平均で言うと結構増えたんじゃないかなと思います、前と比べて。それはねやっぱりねタイムが本当に減らなくて、はい、そこがねとても、感じます。はい、本当に皆さんどうなんですかね。本当にその自分はね、まあ強化っていうか自分が上手くなったのか、でも自分なぞり方は特に変えてないし、なぞるスピードもそんな速くないんで、そう考えるとタイムボムの運がすごいいいんかなと。なんなら15消去とかしてもタイムボム出ないような消去数とかもね、まあ、出しちゃったりもしてますし、16とかね、なんなら20以上とかも平気で出しちゃったりするんですけど、まあ、こんな感じでね、これもね2万枚ペースだったんですけども、まあ、途中でね、あーみたいな時があったんですけど、それでもねやっぱね復
活してくるんですよね、タイムボムで。はい、なのでね、まあ、最近本当に自分はジャマレ使うのがとても楽しくてですね、はい、あ、まあ、ユキエル、もともとユキエル使いみたいな感じで、頑張ってやってたんですけど、最近はもうユキエルはほぼ使わず、ジャマレ推しになってしまっているんですけど、ジャマレはね、面白いっす。面白いし、このツム使ってると、まあ、コイン稼ぎにおいては、まあ、強いは強いんですけども、まあ、効率はそこまで良くないです。まあ、ただですね、まあ、このツム使ってれば、ツムツムのプレイレベルっていうんですかね、まあ、下手になることはないんじゃないかなと思います。まあ、ジェダイとか、ガストンはもう本当に作業ゲーになってるんで、まあ、そういうのをね、ひたすらやってると、まあ、自分もね、ずっとやってた時期もあってですね、本当に、ツムが本当下手になったなって思う時期もあってですね、まあ、そういうところも考慮したりするとですね、まあ、ジャマレは、まあ、こうやって、はい、まあ、ちゃんと考えながら、ツムを消したりとか、で、かつね、まあ、一応、ジャマレであれば、スコアも結構出ますし、これ多分5000万はこいつだと思いますけど、ね、奥出せる人もいると思いますし、で、自分はまだ奥出したことないんで、ちょっとね、奥、またね、時間あるとき目指してやりたいと思いますけど、はい。ちなみに奥出すときって、まあ、スコアアイテム使えば、まあ、ぐんと伸びると思うんですけど、ボムアイテムっていらないんかな？そこがね、微妙なんですよね。ボムアイテム、でもさ、これさ、ちょくちょく見てると8消去とかそういうのもあったりするんで、めちゃめちゃ消すのが早い人であれば、意外とボムアイテムが必要なのかなっていう人も、まあ、そんな感じもしますけど、あまりね、遅いとね、消去数がね、周りにツムがいっぱいあってね、消去数が多くなってしまったりして、結果タイムボム出ねえじゃんみたいな話もね、あったりするので、ね、どうなんですかね。まあ、ちょっとそれもね、検証したいと思います。いずれ。ここから、今残り10秒でね、1万、まあ、5000枚弱ですけど、ここからまあ3000枚以上伸びたんですよね。また、まあ、タイムボム2個出て、で、ジャマレってさ、このさ、一つ消去するやつでもさ、タイムボム一応狙えてるんで、そこが強いっすよね、ほんと。はい。タイム12秒まで伸びて、すごいな。ね、そう。普段ね、こんな伸びないと思うんですよね。昔だったら。どうなんすか？これプレイヤースキルが上がったのか、いや、ジャマレのタイムボムのってやつもさ、普通に考えてジャマレが強化されるなんてことは考えられないんですけど、本当にね、なんかマジで強くなったんじゃないかなって感じてしまうんですよね。特に自分上手くなったような気もしないですからね、本当に。消すスピードそこまで速くないじゃないですか。時々めっちゃ引っかかって全然消せてないし。いいね。いいね。TYT のタイムボムがここから出ないのか。おお、2個出た。2個出たけど、2個出たけど。ここでさ、ボーマンフィーバー行きたかったんだけど、多分行けなかったっすね。行けてるやん。この次がいけなかったのかな。タイムボムがここが出なかったんですね、確か。いやーみたいなね。1万、まあ、死者誤入すれば1万9000枚みたいな感じですね。で、スコアが5165万ということで、はい、強いですね。はい。まあ、そんな感じで、また、後日ですね、2万枚以上出した、プレイ動画も、あげますけれども、まあ、そのね、プレイ動画もね、結構面白くて、
スパチャで邪魔されたりねしてるんで、ぜひね楽しみにしていてください。そしてチャンネル登録高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは、毎日夜9時ですね、はい、ライブしておりますので、ぜひね遊びに来てください。はい、それではね、ご視聴ありがとうございました。バイ。